化させていきます。今度はエモータの物語になぞらえてのポーズをいきます。では四つん這いになってください。そしたら右足を一歩前に出してください。右足を一歩前に出します。そして左足を後ろに引いてください。はい、両手を前に出して、ね、この右のお尻を右足片手に近づけます。そう、まさにこの下半身の安定ですね。右足かかとで高さにして、さらに手を前、難しいですね。右のお尻を右足かかとに近づく。そして上を見て、そうニコッと笑ってください。ニコッと肩力を抜いてね。はい、いいですね。大丈夫ですか。はい、いいですね。もしいければ膝まで手を持ってくれますか。これは辛ければやらなくて結構です。いいですよ。で、いかのまま全然構いません。少し体を振って、で、ついたまでですから、かじって胸開きます。そこで呼吸です。胸を開いてください。そう、まさに安定性を作っていますね。そうですね。このサルになぞらえて安定性を作っています。はい、では吐きながらゆっくり両手をついてください。そして右足を後ろに引いてください。四つん這いに戻ります。あとは左足です。左足を一歩前に出してください。はい、そうですね。少し右足後ろ引いていただいて、両手を前に、左のお尻を左足かかとに近づけます。もっと手前に出してもいいですから、少し上見て呼吸です。そうです、そうです、肩の力を抜いてしばらく呼吸しましょう。はい、もし余裕があれば両手を膝に寄せてください。辛ければ結構です。上見て胸を開いて呼吸です。そう、左のお尻をじわじわーっとかかとに近づけます。そう、胸も開いて下半身の安定です。そう、呼吸をしてください。ではゆっくり両手を床についてください。両手をついて、そうですね、左足を後ろに引きます。ゆっくり正座になります。呼吸を整えてください。